こんにちは皆さん。こんにちは、こんにちは、さゆさゆって、こんにちは、来てくれてありがとうございます。やっほやっほー、さゆさゆ、さゆさゆってありがとう、来てくれてありがとう。さゆきちゃん、はじめまして、はじめまして、来てくれてありがとう、ありがとうございます。ありがとう。さゆリズムありがとうございます。やっほやっほー、さゆきちゃんこんにちは、こんにちは。さゆきちゃん、はい、こんにちは。もうすぐ難波つくで、そう、皆さん今日は公演なので楽しみです。そう、キャンマチ追加、キャンマチおまけ追加募集あるので、お時間ある方はぜひ来てほしいなって思います。今日行く、嬉しい、見つけれますよ。そう、なんか見つけたんやけどね、あの、なんやろ、なんか顔わかるんやけど、そのなんていうやろ、現実現実やと、どあのちょなんていうの、どの子やろうってなるから、ちょっとみんなどんな格好してるか教えてください。それで見つけます。ガスエビ食べたことある？ないです、ないない。教育、皆さん今日来てくださる方ありがとうございます。ファミリー歓迎公演当たったら旦那を釣ってくれ。わかりました。いかわでさゆきちゃんに優しくしてもらって、ずっとずっとお礼言いたかった。やっとさゆきちゃんのショールームくれた、嬉しい、ありがとう、しくしく、嬉しい、そんな優しくしてもらったなんて、こちらこそありがとうございます。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ここで見バレするの、しのごめんごめん、そういうつもりはなかったんだけど、そうです。何歳ですか？16歳です。16歳、キャンマッチ投げたけど当たらなかった、悲しい。じゃあ13日もこうやるから、ぜひ来てください。僕の服装は秘密です、当ててみて。じゃあちょっと見つけますよ、皆さんのこと。こんにちは、意外と可愛いさゆき、こんばんは。懐かしのネタ、懐かしのネタっていうか、もう今も使われてるから、もう懐かしのネタじゃないですよ、もう懐かしのネタじゃないです。ありがとうございます。なんか好きだよ、いや好きになってください、お願いします。こんにちは、こんにちは、はじめまして、はじめましてじゃないですよ。めちゃくちゃツイッターも上げてくださってありがとうございます。こんにちは、こんにちは、お話し会取るからね、お話ししに行くから待っててね、嬉しい、ありがとう。お話し会が5月11日かな、うん、11日の12時から予約が始まるので、ぜひ皆さん会いに来てください。待ってます、待ってますよ。はやきちゃん、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとう。おはようございます、おはようございます。13、さやきちゃん出るの、投げる、そう、13も出るので、ぜひ来てください、お願いします。先生、見つける天才だよね。そうです、私見つける天才です。そう、結構ね、なんやろ、そのツイッターとかにこのうちは持ってくよとかを上げてくださったら、あ、この方とこの方なんや、なんていうの、そう、ツイッター上で分かる方と現実でこうフィットする、なんていう、そう、そんな感じ。なんだろう、え、早いよな、今応援してくれてみとって、全然お子さんやんな。やっぱブレイキングナインおもろかった。いやいやいや、もうあれはね、もうないことにしましょう。固定ヘア可愛いね、嬉しい、ありがとう。これね、結構お気に入りなんです。ここは見込んでて、こっち耳かき、最初は本当の耳かけだけだったんですよ、こっちみたいな。でもそのこっちでここは見込んで、こだわって、こだわられました、嬉しい。うんと、チラってありがとうございます。今日はごめんやけど、13日当たれば金沢から行くよ。嬉しい、ぜひぜひ来てください、待ってます。13はお話し会の後の公演ということで、そう、お話し会の後の公演ってすごい一日中私たちのことでいっぱいだと思います。今日時計つけていくわ。お、 OK です。じゃあ見つけますよ、時計つけてください、皆さんお願いします。とツイッター上で認知されてますか？わかりますよ、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、先生のモバメ楽しい、ワクワク、嬉しい、ありがとうございます。そう、最近ちょっとメンバーとの写真がね、載せれてないので、これからちょっとまた載せていきたいなって思います。そう、最近ちょっと書くことがいっぱいありすぎて、そうなんですよ、いろんなお話ね、してれます。こんにちは、押していいですか？ぜひぜひお願いします、ぜひぜひファンになってください、お願いします、嬉しい、ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。一生もっちさん今日はめっちゃダッシュ。今日のね、あのお弁当がめっちゃ美味しくて、なんかインディアン、なんかインド料理なのかな、何やろ、なんかチキンにカレーがあって、もうそれがめっちゃ美味しかったです。もう今食べてきて、やばい、ショールームしないとと思って急いでね、もう走ってきました。ようちゃんハートありがとうございます。ありがとう、ハートありがとうございます。ありがとう。こんにちは、配信久しぶりでは、そうです、そう、あのライブもかぶさってたので、マオリンさん可愛いの、こんにちは、こんにちは、今日入りを見つけてね、え、見つけますよ、見つけます、ありがとう。なんか今日可愛くない、うわ、そういう意地悪なこと言うんですね、いつもって言ってくださいよ皆さん。こんにちは、こんにちは、さゆきちゃんとレオちゃん推しなんです、知ってますよ、ありがとうございます、嬉しい、感謝です、感謝です。先生がいる公園行くの初めてやからドキドキ、やっぱ嘘、泣きそう、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう、いつもか、そう、いつもですよ、いつもって言ってください皆さん。りんちゃん、は、かわいい、ありがとう、ありがとうございます、かわいい、ありがとう。親友ってんのおらんよ、そう、今日はね、大丈夫、今日はあれなんですよ、そう、てんちゃんが今日出演しないと寂しいです。ナンバーついたら割とギリギリや、そう、私たちもギリギリです、ギリギリを迎えております、まだレッスンになおですからね、私なに、やばい、こんばんは、さゆきちゃん、こんばんは、来てくださってありがとうございます、ありがとうございます。いや、あのさ、まだリップ塗ってないから口の色がね、ないんだよ、去年の12月に広めで見てからずっとしてます。ありがとうございます。13日当たるように祈ってください。当たりますように、当たりますように。島城さんかな？星、流れ、違う、レインボースター2個ありがとうございます。レインボースターありがとうございます。ありがとう。感動の対面しようね。しましょう。しましょう、しましょう。感動の対面。もしかしたら多分、ひょっとしたらね。ひょっとしたらね。さゆてんしか、もごめ取ってない、私偉くない。もう偉い、もう完璧です。さゆてん。さゆてん結構人気というか好評で、とてもとても嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとさゆてんの写真も場面にまた送ろうかなと思うので、楽しみにしててください。もばめの返事で送ったけど、隣の席が見ましたよ。見つけます。よっちゃん、赤のペンライトありがとうございます。ありがとう、赤のペンライト。キューキーの推しはセキュタリー決めた。レイポン来た。レイポンが隣にいます。カタカナさん、クマありがとうございます。クマのギフトありがとうございます。ありがとうございます。ハガポンの声、うわ、出た、そのいじり。こんにちは、こんにちは、ようちゃん、赤のペンライト10本ありがとう、ありがとう。たくさん皆さん公園でフリフリしてくれるの、ま、み、あの、見たいので皆さんお願いします。ポーズかわいい、ありがとうございます。こんにちは、金沢の人がこっそりと応援して、ごっそりじゃなくて、もう皆さんもうガンガン応援してください、お願いします。送って、需要しかないよ、送りますよ。もうなんかモバメに送るか、そのブログにあげるか、ツイッターにあげるかっていうの最近めっちゃ迷ってて、そのみんなあの SNS とかに乗りたいの、あ、違う、SNS に上げたい写真とかもあるんかなとか思いつつ、やっぱもまめってその登録してくれている皆さんしか見れないので、そう、やっぱ載せれないじゃないですか、まあ、載せて、あんまり載せてほしくないっていうのもあるんですけど、そうだからちょっとどうしようかなって最近悩んでます。え、ハガちゃんの隣とかやめて、やばい、今三角座りしてるから。公園のペンライトカラーは何色？赤と緑です。赤と緑なので、皆さんぜひ公園の時は赤と緑お願いします。見つけます。
こんにちは、こんにちは。さゆきちゃんペンライト赤なのね。新規やから今日のショールームでいろいろ教えて嬉しい。赤と緑、赤と緑。そう、赤は小島かりんさんが使われているので、ちょっと赤と緑にしました。本物のさゆき、本物のさゆきですよ。モバメだと自分のツイッターとか載せれないんだよ。ブキちゃん、モバメだと自分のツイッターとか載せれないんだよね。さすが先生分かってる。そうだから、なんか載せたいなって思ってるものを載せれないもので送っちゃったら、それのなんかどうなんやろうとか思ったりして、ちょっとむずいな。 SNS 置いちゃ大変よな。そうなんですよ。だからその写真の使い分けとかもいろいろあって、どういうの送ったら喜んでくれるかなとか考えながらいつも送ってます。さゆきちゃんのモバメどんなんでしょう。登録してくれてるみんなどうですか。さゆきメールを取ってくれてる皆さん、私のモバメはどんな感じですかね。でも結構量は多いよな。量は多いと思います。中身は分かんないけど。こんにちは、こんにちは。クリスマスや。そう、ペンライトカラークリスマスです。そう、赤は普通に好きなのと、緑はちょっといろんな意味がこもって緑なんです。絶妙に距離あってほっとした。あ、絶妙じゃない、微妙に。そうなんです。ここに間があります。今大志奈さん、レインボースターありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。さゆきって意外と可愛い選抜の子。そうなんです、意外と可愛い選抜かな。さゆきちゃん、公演がバテで嬉しい。ありがとうございます。頑張ります。2週間ぶりぐらいの公演なので楽しみ。変なシリーズの自撮りが急に送られてきて、フフフってなる。そう、なんかそういうのもある。たまにそういうの送りたくなる時もあるんですよ。変な写真、変ではないよ、変ではないけど、なんか面白い画像送ったり、普通に漏れたやつとかもいろんなもの送ってるような。食べ物とかも送るし、一つあったのが食べ物だけ送るっていうのもありました、この前。最近メールだけが僕だけ。本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。ですって。ぜひ皆さん気になる方はモバメ、さゆきメールで会いましょう。フォローしました、ありがとうございます。ありがとう。こんにちは、かわいいって、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。さゆきちゃんは視力いいの。結構な距離からファンスもらったから気になった。あれよ、そう、私小学校の頃からこう視力検査あるじゃないですか。それでね、ずっと AA なんです。 AA 多分 1.0 以上かな、ずっと 1.0 以上あります。だからめっちゃいい方やと思う。正規メール面白い、ありがとうございます。嬉しい、照れちゃいますね。富山先生爆盛りだって、ありがとう。嬉しい。あれはね、取りたてほやほや、ほやほやなんかな、まあ、その日に撮った写真。さゆきって他の人より歯の数が多い。いや、そんなことないですよ。昨日のママメ好き、嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。グッドスプーンでさゆきのコスト当たったよ。嬉しい、大切にしてくださいね。ありがとうございます。さゆきちゃんが夜に送ってくれたメールは次の日の通勤中にお返事送ってます。ありがとうございます。そう、メールの返事もね、いつも読んでるので、皆さんたくさんお返事送ってくれると喜びます。よっちゃんハート、ありがとうございます。ハートありがとう、ありがとうございます。すげえ。そう、AA です。すごい、ちょっとこれだけは誇れる。写メ会楽しかった、嬉しい。そうやって喜んでもらえて嬉しいです。ありがとう。さゆき VS ゆいなさんのギャグ無限対決、まだ私ギャグないですよ。ギャグないですって。ありがとうございます。さゆきちゃんのコースターだけ地引きできてない。それは何としてでも手に入れなければならないよ。手に入れなければ。毎回欠かさずお返事送ってるよ、褒めて。もう偉いです、ありがとうございます。ってことで、私はもうそろそろお着替えに行きたいと思います。衣装をね、まだ着てない。あ、これ見て、かわいいの、この T シャツ。あれ、モバメに送るので見てください。今日のモバメにこの T シャツの写真送るので、ぜひ見てください、お願いします。歌うますぎやろ、嬉しい、ありがとう。
ありがとう。ラジオっていつだったっけあれ。15。15か。うん、15です。え、わかんない。15なのかな。なんかお便りの、お便りとかの締め切りが15日。そう。ラジオの、ラジオにね、出させていただくので、ぜひそれもチェックしてください。ちょっと詳しいことはね、また調べてから告知しようと思うんですけど、お願いします。ってことで、男女読みします。13位キラリちゃんありがとうございます。ありがとうありがとう。12位島城さんありがとうございます。ありがとうございます。11位まみたんありがとうございます。ありがとう。10位りんちゃんありがとうございます。ありがとう。9位ようちゃんありがとうございます。ありがとうございます。8位よっちゃんありがとうございます。ありがとうございます。7位青い豆腐さんありがとうございます。ありがとうございます。6位渋谷ひかるさんありがとうございます。ありがとうございます。5位かるちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。4位ひよこさんありがとうございます。ありがとうございます。3位さとぽんさんありがとうございます。ありがとうございます。2位だいしなさんありがとうございます。ありがとうございます。1位かたかたさんありがとうございます。ありがとうございます。皆さんぜひぜひこれからもこれからも応援お願いしますってことで、公演ぜひ遊びに来てくださることはまた後で、そして配信を見てくださる方もまた後で、あのモバメとかも送ってるので、ぜひツイッターとか、そう球技研究生用のアカウントもできたので、それもチェックお願いします。モバメもブログも皆さんチェックお願いしますということで、公演楽しんできます。来てくれてありがとうございました。また配信します。バイバーイ。じゃあ何ついてるの？スクショタイムしてこう。ヤッホーとかでもいいよ。え、じゃあそうしよう。今三角座りしてるから映さないで。じゃんレディ25日だって。25か。はい、ありがとうございました。ぜひあのツイッターとかで拡散してくださいってことで、ありがとうございました。バイバーイ。